こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は Amazon の商品ページ作りのコツですね。こちらについてお話しします。まず、商品ページを作る際ですね、心がけてほしいこと、考えずにパクるというのを基本にしてください。世の中には商売の市場法というのが存在します。で、その中で効果的なのがパクること。TTP という単語がありまして、私も好きなんですけどね。意味は徹底的にパクると。これ、トリンプインターナショナルジャパンのね、経営者の方の、言葉なんですけど、この会社、残業がない、残業禁止という、会社でした。なぜかというと、この徹底的にパクるの中にですね、残業をしない会社も儲かってるというのがあったんでしょうし、またね、無駄な創意工夫とか、知恵を出せとかね、役に立たない会議なんかをしてね、無駄なことをやらずに、徹底的にパクるというのにね、特化してるんで、残業する必要がなくなると。残業する必要がなくなるってことはね、効率がいいってことですから、これはぜひ真似た方がいいです。そもそもね、Amazon 輸出自体が、ランキングある商品を、納品するというね、組み立てで、儲ける仕組みで、転売アカデミーでは指導させていただいてるんですけど、売れてるってことはね、売れてる商品を真似ると。そういうことなんですね。ですんで、カタログ作りでも同じ考えでいきます。で、カタログ作りね、もう、売れてる商品があって、相乗りで警告来たとかね、写真が気に入らないとか、タイトルが誤解を招きやすいとか、そういうもんで、自分がカタログ作るときに迷わず作れる場合は、迷わず作ってください。ただね、これでいいのかどうかわかんないというときはね、考えるんではなくて、何か元になる。例えば Amazon であれば、同じ商品が、すごい売れてる商品があると。ね、ランキングが、例えば、ジャンルでね、1000位以内のカタログがあるという場合にはね、もうそのカタログよく真似した方がいいです。ただ、Amazon の場合はですね、そもそも、カタログに力入れる人が少ないと。いうのがあります。これなぜならですね、頑張って作ったところで、相乗りされるのがね、普通なんで、みんなのカタログをね、自分が時間かけて一生懸命作るというスタイルになってないです。また、Amazon がね、自分で作る場合も、システムがピックアップしてきたね、キーワードと写真で、バイトのお兄さんやお姉さんが作ってるだけなんで、ほとんど Amazon というのはカタログに力が入ってないというのが基本だというのを、考えてください。で、ネットショップの中ではですね、Amazon っていうのは、型番でわかる商品とか、写真とタイトルでわかる商品だったら載しときゃ売れるというんでね、カタログにみんな力入ってないです。だから力入ってないところのカタログを真似してもね、同じく力が入ってないカタログできちゃうんで、それよりも、ね、ネットショップ、もっと売れにくい、激戦のネットショップがあります。もう需要と供給考えたらね、eBay だの楽天っていうのは、もうすごい激戦区です。だから必然的にね、カタログ作り、写真なんかも Amazon よりは全然出来がいいものが多いです。そんだけで、一番のおすすめは eBay ね。で、eBay でちょっと足んなかったら楽天。この二つでね、同じ商品、あるいは類似商品を見つけて、売れてる商品、このキーワードで売れてるんだなとか、このタイトルいいんだなというのをね、引っ張ってきて使うのがおすすめです。で、徹底的にパクると言ってもね、全部そっくりそのままコピーしたらですね、クレームがつく場合もありますし、問題がある場合もあるんで、ここを取ろうと、ここを取らないように、ここは変えとこうというのをね、加減を間違えないようにしてください。加減は難しいんでですね、相談してもらった方がいいです、慣れるまでは。で、ちなみに、Amazon が一番売れやすいと。で、次に eBay で楽天。ね、楽天海外は弱いですけどね。で、独自ショップが一番売れにくいというか、高く売るためにいろいろ工夫してます。だからね、カタログの出来の一番いいのは独自ショップのカタログ、売り文句とかね、キーワードとか拾うんだったら独自ショップを見つけてくるのが一番です。これたまたまね、あんまり意味なくヘアブラシを持ってきましたけど、ヘアブラシのね、この独自ショップ、ね、すごい歴史があって、こういうふうにランク付けがあってとかいうのを見たらね、別にブラシ必要ないんだけど、私も思わずね、欲しくなりました、これを見てね。
ぐらい、出来のいい、ものがあります。独自ショップだとですね。だから独自ショップで、見つけてきたキーワードとかを盛り込むっていうのもおすすめです。まあ、そんなわけで、まあ、Amazon はね、そもそも写真50%、タイトル49%、あとはいろんな要素を合わせてね、1%ぐらいなんですね。このカタログ作りの割合でいくと。だから、力をめちゃくちゃ入れてほしいのは、写真には力を入れた方がいいです。それからタイトルが、わかりにくかったら何だかわかんなくなっちゃいますね。タイトルも付けられてください。ただ他の商品説明云々っていうのはですね、Amazon の関連商品で拾ってくるように、載せてあれば OK と。いろいろごちゃごちゃ書いたところで、あんまり読む人いないです。だから、まあ、その辺のことを考えてですね、それほど力を入れず、かといって必要なところは、漏らさず入れて、特にね、このタイトルで買う人が探すべきキーワードがタイトルに入ってないと、そもそもカタログ作っても全く売れないということになります。カタログ作る際にですね、自分の商品の URL、カタログがもうあればですね、URL、これはカタログがあればって意味はどういうことかというと、相乗りしてて、今度オリジナルのカタログに変える場合ですね、は URL。で、画像と販売価格。ね、なければですね、画像と販売価格。で、パクリ元の URL をお知らせください。パクリ元とね、見比べてみて、このキーワードに入れた方がいいんじゃないですかと。あるいはこのキーワード商標に引っかかりますと。ね、そういうのを、アドバイスさせていただきます。で、このパクリ元のね、URL 見つかりませんと言った際には、ちょっと要注意でですね、まず、もしかすると販売すると問題がある商品なのかもしれないと、ね、いうのもあります。これね、商標の関係とかね、あるいは、代理店がですね、がっつり、Amazon にクレームをつけて、取りやめてる商品とかがあります。あるいは税関で差し止めになる商品なんかもあります。で、あるいは、類似商品を探すだけの商品知識がない。まあ、こんな場合はですね、類似商品を探すだけの商品知識がない場合は、それでカタログ作ってもほとんど売れないです。もう一つ、売れないので誰も売ってないと。ね、昔売ったことあった人いるかもしれないですけど、まあ、出してみたけど売れないからね、誰もやってなくなったという場合もあります。で、万に一つぐらいはですね、誰も気づいてない独自商品と、ね、ブルーオーシャンということもあるかもしれないですけど、ほとんどの場合はそうじゃなくて、単純に売れないか、売ると問題があるか、その類似品を探すだけの知識がないか、どれかの可能性があるんで、その商品のカタログを作るのはそもそもどうなんだろうということもね、あり得ます。まあ、何しろ、まあ、その場合も、パクリ元全く見つかりませんと、まあ、ご相談いただければ結構です。で、このパクリ元を見て、パクって作ったタイトル、ね、パクって撮影した画像と、画像が一番重要です。パクって作った商品、ね、商品説明、素材とサイズ。で、パクって作った商品説明の素材とサイズ以外の、商品説明や使用方法。それと、タイトルとかには入れられないけど、キーワードに入れてですね、検索に引っ掛けたいキーワード。この、7点。6抜けて8に飛んじゃってますけど、この7点を、相談いただければ、見させていただいて、このカタログでじゃあ作ってみましょうというような形でね、アドバイスさせていただきます。カタログ作りは、まず、類似商品を見つけてきてパクるというのをね、基本にしてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。